王子様が背中にいて、その王子様があなたをこうリフティングしているような、そういうイメージで。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、歩き方についてお話ししたいと思います。歩き方って言っても、その健康ウォーキングっていうのとはちょっと違って、お洋服を着た時にいかに、あの人のお洋服素敵、しかもその着ている洋服の中に、ね、入っている人もすごい素敵っていう風に思っていただけるような歩き方っていうものをお話ししたいと思います。私たちパーソナルスタイリスト協会の授業の一環でウォーキングの授業もあるんですよ。ただお洋服をきれいにコーディネートできるだけではなく、やっぱり本人自身がね、素敵な立ち居振る舞いであり、歩き方をすることによって、あの人にやっぱりお洋服選んでもらいたいっていう風になれるような、そんなスタイリストを目指しているからなので。ね、歩き方に重要なもの、そしてお洋服を着る上で重要なものは、スタイルでも何でもないの、姿勢なのね。基本的には操り人形みたいに上から引っ張られるような状態でいるっていうこと、それからバストが天井を向いているようなイメージよ、イメージ、それを志していただきたいなと思ってます。じゃあちょっとやってみたいと思いますので、お仕事中かもしれませんけれども、もしご自宅にいらっしゃる方は一緒に立っていただいてやっていただきたいなと思います。はい、いいでしょうか。まずね、一回手をグッと上げていただいて、このままね、手を、はい、この中指があるじゃないですか、中指がパンツの脇線、もしくはスカートの脇線に沿うように真正面に直立してください。で、その後頭をグッと後ろに下げて、ズズズズズズって顎がね、ちょうどいい状態でまっすぐ向くところに下げていきます。はい、この状態でこのままの姿勢で、この壁に寄りかかっていただくんではなく、はい、頭のね、後頭部がつくようにして顎を引く。そしてできたら、足、かかとは壁から5センチぐらい離してください。はい、壁から5センチぐらい離すと、ちょうどお尻がね、つくような感じで、お尻と後頭部がつくような感じで顎を引いていただきます。はい、この状態。はい、この状態で皆さん、足のどこに重心がありますか？つま先、それとも真ん中、土踏まずあたり、それともかかと、どうでしょう？はい、かかとが正解です。そしてかかとの内側がベストです。でね、もしこれがかかとの外側だったりとかすると、歩いてる時にヒールなりね、そのかかと、靴のかかとの外側が減っている人ということになります。はい、常に体の真ん中のところ、インナーマッスルね、コアマッスルのところを鍛えるような歩き方をこれからするんだけれども、常にかかとの内側を意識するようにしてください。もちろんヒールを履いてるとね、重心は前に行ったりとかしがちなんですけれども、皆さんもしご自宅でやってるようであれば、素足もしくはスリッパだったりとかすると思うので、その場合ぺったんこの状態で足のかかとの内側に重心が来るようにしていただきたいと思います。その次に、今度は1本の線で引っ張られてる状態っていうのを思い出していただけましたね。はい、で今度はお尻の穴をキュッと締めてください。お尻の穴をキュッと締めていただく。今度次にエアーデニムといって、デニムをね、その洗濯した後だったりとか、買ったばかりの時ちょっときつい時ってあるじゃない、それをエアーで履くような状態のイメージをしていただきたいと思います。はい、いいですか。履いていただきます。はい、で履いた時にで締める、ボタンを締める瞬間を思い出していただいて、その状態でお腹を硬い状態にします。いいですか。お腹を硬い状態にして息は普通にしてください。はい、この状態で毎日歩いてるだけで1センチから 1.5 センチウエストが細くなりますので、ぜひ毎日続けてね。でね、次に今度はバスト、前にも言ったけどバストが天井を見る、バストが天井を見るといってもこういう状態ではなくて、はい、頭も顔も向くんではなくて、ね、こういうふうに前かがみになってるのがバストが天井を見るような状態にしてください。この状態であなたの好きなタレントなり、俳優さんを思い浮かべてください。いいですか。ご主人でも恋人でも結構です。はい、後ろにその好きな人が、バレリーナがこういうふうにこう持ってこうリフティングしますよね。まるで王子様が背中にいて、その王子様が
あなたをこうリフティングしているようなそういうイメージで後ろにいてください。誰がいますか、誰にしようかな、私出てこない、はい、というわけで、はい、後ろからリフティングしていただきたいと思います。はい、ケンティーにしとこうかな、はい、中島健人さん、うーん、どうしようかな、考えとこう。で、まあいいでしょう、皆さんいいですか、後ろで王子様がリフティングしてます。はい、その状態でもう一度いきますよ。お尻の穴をキュッ、エアデニムでお腹を引っ込める、そしてバストが天井、後ろから王子様が引っ張り上げてます。はい、この状態がベストな姿勢だと思ってください。はい、で次に足を一歩前に出す。はい、足を一歩前に出す時っていうのはね、ちょっと今後ろからいきます。はい、足を一歩前に出した時に皆さんね、割と歩幅が狭かったりするんです。前の足と後ろ足の間に1個自分の足が入るぐらいにしてください。で、もちろんタイトスカートだったりとかお着物の場合はもちろんね、歩幅を小さくしていただいていいんですけれども、私たち大体、まあ、そんなにタイトスカートを履くことがないかもしれないし、パンツの方の方が今の時期多いじゃない。そういう場合は歩幅が大きい方が絶対にかっこいいの、ね、私がもし歩幅を小さくこうやって歩くよりも、このように歩幅を大きく歩く方がエレガントに見えるっていう風に私よく言うんだけれども、歩幅は大きめにして歩いてください。いいですか。はい、前足と後ろ足の間に自分の足が1個、ね、23.5 なり25センチっていうのが入るようなイメージで考えてください。で、このまま真正面に向いて歩いていただきます。だいたい10メーターぐらい先、5メーターぐらいを先を見ながら歩いていただきます。はい、その時にきちんと手を振っていただくんだけれども、手を振りすぎると幼稚園生、小学生みたいになるので、はい、この状態で少し後ろに引き気味で、後ろに引きながら、後ろに引きながら歩いていただきます。いいですか。後ろに引きながら歩いていただきます。で、次に今度は足、重要なのがこのふくらはぎ。割とね、こういう感じで膝を曲げながら歩く癖がついてる方が多いんだけれども、はい、膝を曲げる、曲げないで歩くって結構難しいのね。例えばモデル歩きの場合って膝をまっすぐにして歩くんですよ。こういう状態でね、腰から前に行くみたいにして歩くんだけれど、これ結構腰が悪くなる。だからどうするかっていうと、前足は曲げたまんまでいいんだけど、後ろ足を伸ばしてください。いい？前は曲げて後ろは伸ばす。だからちょっと極端に言うと、一歩前に出すときは絶対的にここを曲がるじゃない、物理的に。ここをまっすぐするとさっきのモデル歩きになって腰悪くするの。だから前は曲げてもいいんだけど、後ろを必ず伸ばす。後ろを必ず伸ばす。前を出して後ろは伸ばす。極端にすると後ろは伸ばす、後ろは伸ばす、後ろは伸ばす、後ろは伸ばす。はい、はい、こんな感じでぜひね、ウォーキングしていただきたいと思います。最初はちょっと難しいかもしれないんだけれども、1日1日1つだけ増やしていってください。例えばお尻の穴をキュッと締めて歩く。次の日はエアデニムでお腹をグッとした状態で息をして歩く。そして次の日はバストが天井を見た状態でプラスしていく。で、最後には今度は王子様にリフトアップされているような印象で歩く。いいですか。王子様を毎日変えて考えながら歩くっていうのも楽しいかもしれない。というわけでいかがでしたでしょうか。はい、今回はこんな感じでウォーキング歩き方のお話をしていきましたが、はい、ご理解いただけましたでしょうか。はい、またこれからこういうちょっとレッスン系のものを入れてみたいなと思いますので、みんなで一緒にね、ちょっとしたレッスンをしていけたらなと思ってます。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。そして LINE の公式アカウントぜひお待ちしてます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。